はい、こんにちは。今回は町スタジオでドラマーが個人練習する時のドラムセッティングの様子をただただ撮った動画になります。バンド練習の時はでっかいスタジオで自分のドラムセットを持ち込んで、それをローディーさんだったりとか PA さんとかついた状態で練習するので、ありがたいことに普段はセッティングも人任せなのですが、こうやってね町スタジオで個人練習をするときは当然セッティングも一から一人でやることになります。これ例えばザ・バースデーのね久原さんなんかはワンマンライブの時ですらなんていうんですか、楽器のバラしの時までちゃんと自分でねドラムを一からバラすっていうお話を聞いたことがあるので、なんていうんですかね、そういうドラマーさんの方がこう多いと思うし、なんだろう、正しいと思うんですが、僕は基本もう任せていいところは人任せにしてしまう派なんですけども、こうやって一人でスタジオ入ってる時はしゃーなしにあじゃこうじゃ言いながらね、これねもうなんで町スタジオのネジってこうあれかな、前に入ってた人ゴリラかなっていうぐらいにドラムのネジって硬いんですよね。これきっと町スタジオあるあるでドラマーの方は分かってくれると思うんですけども、どこのスタンドのねネジを回してもね、これ多分ゴリラ側は締めてるなっていうぐらい硬いんですよね。これ多分だからもう回らないんです。人の手じゃね回らないんですよ、あのネジがその苦労してね各ドラマーはこうやってドラムセッティングをしてると思うんですけども、多くのドラマーさんはねフィルを開発したいとかね、上手くなりたいとか、個人的にね、個人的っていうか技術向上のために個人練習に入ると思うんですけども、僕の場合はバンドリハの前に、やる曲のおさらいで入ったりとか、あとはレコーディングが決まってて、そのレコーディングの曲のアレンジを詰める時だったりとか、アレンジは詰めたけどそもそもレコーディングが迫ってきてるから、レコーディングなんかもうねドラムが一番最初に取らなきゃいけないんで、そこでテイクを重ねててもしょうがないので、そこでこうレコーディングの練習のためにこうやってスタジオに入って個人練習をすることが多いんですけども、この日はなんだっけ、なんかいろいろ控えてたんで個人練習に入ってる日ですかね、これは。こうやって本当に一から椅子、スネア、ハイハット、基本は3点セットと言われるハイハットですね。この画面見て右手に見える踏むシンバルとでも言いますか、どっちタッチーのチーのやつですね。チーのやつ、これね今触ってるやつハイハットっていうんですけども、このハイハットとスネアダンつって、どっちタッチでいうとタのとこですね。でどっちタッチのドがバスドラムで、一番前面に出てる穴の開いたねパールって書いてある、大きい太鼓のことがバスドラムっていうんですけども、バスドラム、スネアドラム、あとハイハット、この3点が大体どのドラマーさんも自分のセッティングの基準になるのではないかと思います。こうやって3点を叩きながら、だいたいこれで OK だなっていうベースができると、今度はシンバルのセッティングに入ります。シンバルとあとはタムですね。3点以外のセッティングを。僕はワンタム、ワンフロア、あ、違う、ワンタム、ツーフロア、あ、違う、2タム2フロアなんですけども、自分のセットだと。ただそのタムの位置が違うので、練習する時は基本は1タム1フロアで自分のフォームに近い形のセッティングにこうやってセッティングを合わせていきます。まあここでもやはりね、シンバルのネジもやっぱりゴリラが締めたんだろうなっていうぐらいの動かなさがあるんですけども、これたまにね、自分で締めたはずなのにもかかわらずもう一回締め直そうと思ってネジに触ったら、あれこれ自分が知らないうちにゴリラがもう一回締めたのかなっていうぐらい動かない時があるんですよね。自分はそこまで締めたつもりはないんですけども、多分見てないうちにちょっとねゴリラが入ってきてギュッと締めたんだろうなって思うんですけど、はい、こうやってクラッシュライドセッティングしていきます。でこうやって何て言うんですかね、微調整しながら自分の叩きやすい位置角度にシンバルとかねタムとかこう微調整していくじゃないですか。すると不思議なことにこのマチスタジオのドラムがむちゃくちゃ叩きやすくなって、いざねバンド練習で自分のセットに戻った時に、あれなんかめちゃくちゃ叩きづらくないこのドラムってなるんですよね。個人練習の時なんかめちゃくちゃドラム叩きやすかったんだけど、何この叩きにくいドラムってなっちゃう時があるんで、まあ、そういう時はねもうおとなしく自分のセッティングというか自分のドラムのセッティングを一から見直しましょうっていうね。まあタムもあるしシンバルもいっぱいあるからね、あれを一からまたセッティングし直すってなるとまた一苦労なんですけども、まあそれもまたね後々。はい、こうやって次はシンバルを織り交ぜながら叩いてさらなる微調整ですね。ちなみに最近こう特に右手側のクラッシュとかライドを低めにセッティングするのが好みなんですけども、なんか左手のクラッシュはテイラー・ホーキンスとか、あとね昔でいうアレキサンドロス・サトヤスのあのツインタワーみたいな感じのあの高めのシンバルにちょっと気分転換でやってみようかなみたいなね気持ちにもなってるんで、ひょっとしたらシンバルの位置がねこうエゴの塔みたいに高い位置になってるかもしれませんけども、すぐやめるかもしれません。あ、またうるさくなっちゃいますねこれね。というわけでセッティングも固まったのでここらで練習に入りたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。